はい、こんにちは、暇人27号です。今回は、ついに復活の N ということで、あのナターシャさん、サンナタ分隊、をですね、またやりたいと思います。ナターシャさん、足が速くなってからね、まだサンナタ動画撮ってないので、やろうと思います。そして今回はなんと、フル分隊でいけそうですね。参加メンバー、チャッピーさん、まあいろいろこれでいいかな。あと一人、シャーさんですね。チャッピーさん、はいはいはい、そうですね、このメンバーで行きたいと思います。で、作戦を一応練ったというか、まあ簡単な作戦なんですけども、まあね、6人全員ナターシャさんなんで、ちょっとね、まあ、全員で一気にね、特攻っていうのも悪くはないんですけど、そうすると戦わないこともあるのか、なんかうまくいかなそうなので、時間差をつけていきたいと思います。それで、この画面の左側、私を含めた3人ですねは、もう開始早々敵、スポーン地点まで特攻と。で、右側の3人は最寄り、ビーコンを取ってから敵スポーン地点まで行ってください。で、伝えたつもりです。なんて言えば、左側、あ、この画面はどうなんだろうか。そうか、じゃあ、まあいいや、私について、くださいと。で、チャッピーさん、チャッピーさん、キューベさん、シャーさんですね。シャーさんはビーコンですね。ビーコンお願いしますと。こういうことですね。そうですね、ちょっと時間差が若干つくということですね。それで、まあ、どうにかな、まあ1戦目だけこういう作戦でやっていこうかなっていうふうにはしたんですけど、まあそんなに難しい作戦練ってもね、うまくいかないことがほとんどだと思うんで。では行きますかとね。どうなるんでしょうかね。全員サンナタです。全員サンナタでお願いしますと。よし、ではサンナタ分隊いきます。ポチッとな。あー、どうなるんでしょうか。あー、なんということだ。一番当たりたくないマップ
だがしかしスポーン地点がラッキーですね。敵のスポーン地点が近い。では行きましょう。早速ゴーゴーゴー。さあ少しでも足が速くなったナターシャさん、どうなるんでしょうか。さあいいですね。まあ言ってもフル分隊なんでね、レベルが低くてもマッチングがっていうのはね、なきにしもあらずですよね。まあでもびっくりでしょうね。距離でも6本あれば多少は出ますね。ビーコン完全無視ですからね。すごい、この距離のサンダーでラインに落とせそうですね。完全無視です。さあ敵陣までやってまいりました。ちょっと待ちますか。あーやっぱり柔らかい、ダメだ。そして遠距離高いですね。まあまあでもどうしましょうね。これは次行こうかな。4人並んで、そうか農場だったか。1戦目農場はね嫌なんですよね。距離が増える、あと見晴らしが良すぎてね、近づくまでにね近づけずに終わるという最悪な3型で一番ね、まあしょうがないですね。運も実力のうちって言いますからね。まあ、今回は実力じゃなくても完全ネタ動画なんで、もっと面白い絵を撮りたいわけですよ。こんなん別にね、どうしましょうね。鉄鋼の的なわけですからね。いやー残念だ。まあこのメンバーなら2戦目3戦目もねうまくやっていけると思いますけど、ただね初戦2戦目からここか、外れですね完全に。まあこの後のマップ楽しみにしましょう。今回はもうしょうがないっす。いやまあまあまあでしょうでしょうねって感じですよね。一つだけカンストしてある。うん、まあ次に行きたいですね。次のマップに
待しましょう。さああと2000。ビーコンまで。では行きましょう。2戦目。頼むから雪山であってほしい。ポチッ。雪山がいいです。雪山がいいです。雪山がいい。雪山、雪山、雪山来い。雪山よ来い。頼む。雪山よ来い。雪山がいい。来るか。サンナだ。雪山でサンナでやりたいよ。では、まあまあ、まあ。まあ当たりではないですね。不自由ないですね。だがしかし、さっきよりはマシでしょう。よーし、いきますよ。お、いいですね、一人。ビーコン。私はもう、あそこ真ん中、ど真ん中に行きますよ。さあ、シャースベルさん。シャーズナブルか。アスベルじゃない。シャーズナブルさんと。中央ビーコン取りに行きます。せい。びっくりでしょうね、相手もサンナタ部隊がいる。サンナタ部隊行きます。よし、一つできるかな。何？一つ壊されてる。よし。よしよしよし。おお。意外と行きましたね。おお、ビーコンも。やっぱりビーコン係をつけたわけではないですけど。一人はしっかりビーコン係で行った方がいいのか。おお、これはもう、真ん中完全に、防ぎきれるんじゃないですか？すごいな。おお、おお、撃つの早かったな。うわぁ、こっちまでたどり着く前に落とされるか。足が、せっかく足が速くなったっていうのに意味がない。よいしょ。あらー、やっぱりサンナタだけでもきついか。割と頑張ってる。意外と頑張れてる。
外といけますね。いけー、これでビーコン守れれば。前に行きますか。怖い。意外といけてますね。びっくり。あらー。ああ、サラナタなくなってしまった。残念。いけるか今回。手が今ばっかだ。と、あ、まずい。三カネ、三ナタ、三カネ来てしまった。いやー、もう私はトランバスコサックしかないです。おお、チャッピーさん行くか。行ったー。あー、落ちなかったか。いやー、ジャンプ。しょ。頑張れ。あー、あー、やられるー。お。お。よし。これでビーコン取り返せるぞ。お、今回勝ったんじゃないですか。あとちょっとだ、頑張ろう。頼む。もうトランバスコサックしかない。うわー、怖い、怖いよ。頑張れチャッピーさん。すごい。援護射撃しかできない。いけるか。これ4人。私の残りはこれとトランバスコサしか残ってないんですよね。あー、やられてしまった。まずい。いけるか、ギリギリいけるか。おー、勝ちましたね。問題はスコアですね。あ、意外と稼げます。チャッピーさん確か5期4期などだったかな。とりあえず武器はレベル5までっていう風に指定はしてあるんですよね。なんで今回は割と良かったかもしれないですね。おお、勝ちましたね。
さ、最後のご期待やられた。まああんだけ前に出ればね、あんだけ足の遅い期待がね、普通前出ませんからね。いや勝ちましたね、2戦目良かったですね。さあラストです。ラストです。間違えた、来ますと。雪山よ、出ろ、お願いだ、出てくれ、ポチッとな、ポチッとな、どう、早いよ、嘘、もう、お、でもスポーン位置は割とラッキーな位置だったと思いますが、相手がね。よーし、いきますぜ。中央突破じゃー、突撃ー。これレベル8になって足が速くなったら、あれマッチングが上がって速くなるんですね。そうです、そうです、そうです。ファイヤー、どれ狙ってるんだ、あれか、無理や。サンダーがなくなってしまった意味ないじゃないですか、これじゃあ。いや前に出ることに意味がある。ああ完全に裸になってしまった。よし、諦めませんぞ。どっち行こうかな。いや、ここはもう考え行こうぜ。あそこの二人厄介ですね。あの何でしたっけ、聞きたい、忘れちゃいました。ああ。待ったところでゴサンダーを打ち
しかましますか。ファイヤー、よーし、画像が止まる。ああ、最後の一体だ。頼むぞ、サンナタ。最後ぐらい。最後ぐらい。サンナタ意外といけますね。すごい。まあ8本もあればゼロ距離じゃなくても有効射程内でもまあまあ戦えますね。さあ籠城作戦って言いました。あー、打ち負けたか。うん、悔しいです。だー、最後のサンダタが落とされてしまった。さあ、嫌われているゼニノリナタです。さあ、オランバスコサックさんです。ジャンプしてシュー。あら、どう、さあ向こうはサンナタ部隊が足止めをしております。おお、こうやって見るとゼニットもかっこいいですよね。あんまくずいよ、何やってんの。ゼニノリナタ5体がこうバンバン撃ってるのをこの距離から見るっていうのもなかなか乙なものではないでしょうか。トライデンとか、お、来たな。初心者狩り行きたいね。あれは先祖、あ、でもあれか、キベリさんから持ってきてるのか。ジンマシン72号か。おお、残ったサンナタ誰だ。シャーさんとチャッピーさんもサンナタかな。頑張れー。さあ、シャーさんが前に出る。そこにチャッピーさんが続くか。さあ、相手は物陰が隠れている。おーっと、蹴りが早い。これは正面衝突できているのか。おー、やりましたね、サンダーで。さあ、おお、勝ちました。ありがとうございます。30分か。まあでもちょうどいいかな。おお、今回の勝ちはなかなかいいか、良かったんじゃないですか。
さあ敵を見てみましょう。おお、これは完全に初心者上がりと言っても過言ではない。すごいですね、本当に。いやー、よくジッパードをここまで買いますよね。その金があるんだったら真面目にね。お、これはこれで面白い。ただレベルがちょっと72号。プロフィール、これはまだ健全ですね。いやー、よかったですね。とりあえず疲れ様でしたと。いや、サンナタどうでしたでしょうか。30分もかかってしまいましたが、まあ1回10分ね、フル分体でいくと意外と行けますね。まあやっぱりでも役割分担は大事ですね。ビーコン取りに行く人と、ね、いやー面白かったですね。フル分隊で行くとまた違いますね。8本あれば300メートルぐらいでも行ける。意外といけるって感じですかね。いやー、これでサンナタ分隊の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、どうまとめていいかわかんないんですけど、これで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。では。